ボーロとは、ポルトガル語においてはケーキを主とする菓子の総称であり、特定の菓子の名前ではない。ただ、日本語においては小麦粉、砂糖、鶏卵、牛乳を材料とした南蛮焼き菓子のことを指す。日本には16世紀に伝えられ、江戸時代の古古名物御前菓子秘伝書などの菓子の製法書に製法が残されているものの、当時は材料として鶏卵は用いられていなかった。 その後、次第に材料に、ごまや大豆などを用いる工夫も重ねられ、造形も王冠状、あるいは花びらのような形に成形された花ぼうろとして親しまれていた様子が、明大東三殿や古文祭に記述されている。しかし、花ぼうろは成形の手間などから次第に捨れ、2016年現在、その痕跡は沖縄県の花ぼうろとして見るに止まる。 卵ボールバホール日本のボールは小麦粉の他にもそば粉や片栗粉を主原料にする場合がある。これらの粉に鶏卵、砂糖などを加え、場合によっては膨張剤も添加してからこね、成形してから焼き上げる。一般的にはカリッとした軽い歯触りと口中で溶ける食感が特徴である。しかし中にはカステラのようにしっとり焼き上げたものも見られる。形は 丸めてから平たくしたものや小粒のものなど様々である。なお、小粒のボーロは離乳食として用いられる場合もある。このように材料も形状も食感も様々であり、販売される商品名にも様々な名称が用いられている。丸ボーロは佐賀市の名家であり、佐賀をはじめとする九州の土産菓子として有名である。ありがとうございます。